渋谷工業株式会社は石川県金沢市に本社を置く日本の機械メーカーであるボトリングシステムの製造で国内トップシェアであり世界でも大きなシェアを占める近年では IPS 細胞を用いた再生医療の機械装置メーカーとして世界初の技術をいくつか開発している1931年に創業した蒸した酒米を広げる際に使う麻布を扱う 渋谷商店が前身である。1953年、日本の一升瓶の内外を同時に洗浄できる二連式瓶洗い機を開発し、当時手洗いだった中小メーカーの作業効率化に貢献した。二連式瓶洗い機は2011年、石川県の石川ものづくり産業遺産に認定された。1955年にボトリングシステムの市場に参入。この頃は、 三菱重工業、日立造船など10社を超える企業が先行していたが、大手は欧米の技術を導入していたため、同じ型の瓶に充填する大量生産型のモデルだった。小規模の静止メーカーより種類の違う瓶に充填できる機会がないという声を、危機1959年に開発したものの、最初に収めた愛媛県の製紙メーカーでは軽くて、 倒れやすい二号瓶が割れるばかりだった。その後は改善されて、多品種の瓶に対応できるようになり、小規模の製紙メーカーが購入するようになった。その後、ボトリング機械に洗練し、ジュースや用紙メーカーなどにも手を広げていった。1970年代後半、消費者ニーズの多様化によって、瓶の形も様々なものが使われるようになり、ボトリング装置も一台で、 多くの種類の瓶に対応することが求められるようになったため、渋谷工業はシェアを伸ばした。さらにレーザーでラベルに製造年月を印字する技術の導入などによって他社との差別化を図り、1980年頃には国内シェアでトップとなった。1985年、大学教授からのアイデアをもとにレーザーを利用した水虫治療器を開発したが、600万円と、 高額だったため全く売れなかった。しかし、医療機器分野へ進出したという報道から話が進み、1991年から開発を始めた人工透析機器は2004年時点の OEM でシェア20%となるまで成長した。1993年、医薬品の瓶詰めで実績のあった無菌充填技術を応用し、ペットボトルに無菌状態で瓶詰めできる。 ボトリング装置を開発。ペットボトルの加熱殺菌が不要となったことから、ボトルの肉厚を薄くできるようになり、製造業者のコストダウンにつながった。樹脂製の蓋をペットボトルに閉める技術の特許も開発し、ペットボトルのボトリング装置では100%近いシェアを持つようになった。ボトリング装置関連は2014年時点でも売上高の64%を占めている。 渋谷博都社長が三洋電機バイオメディカの経営トップと顔を合わせてから話が進んでバイオテクノロジーの分野に参入し再生医療で必要とされる細胞培養技術において安価で小型かつ使いやすい装置の開発に乗り出した製薬企業向けに作っていたアイソレーターを改良し二千四年三月産業技術総合研究所ティッシュエンジニアリング研究センターと 産業電機、バイオメディカと共同で小型の閉鎖型ヒト細胞培養システムを開発し、国立病院を大阪医療センターへ納めた。その後もバイオ 3D プリンターリジェノバの開発、山口大学との肝臓の再生医療研究の共同開発、iPS 細胞による網膜再生医療の研究を進めているベンチャー企業ヘリオスとの培養装置開発など、 再生医療分野の展開を進めている。2014年6月には、金沢テクノパーク内に、日本初となる、再生医療の専門工場を新設した。本社郵便番号920-8681、石川県金沢市豆田本町港58、メカトロ事業部郵便番号920-0054、石川県金沢市若宮谷の232、ありがとうございます。